武士問題。共通してつく武士を考える脳トレ問題が全部で16問です。では始めましょう。第1問。次の漢字に共通してつく武士は何でしょうか。正解は人弁。人に関わる事物などを表します。第2問。共通してつく武士は何。正解は山水。水、河川などに関する漢字に用いられます。第3問。次の漢字に共通してつく武士は何ですか。正解は鴎外。頭、顔に関する漢字に用いられます。第4問。共通してつく武士は何ですか。正解は草冠。植物に関する漢字に用いられます。第5問。次の漢字に共通してつく武士は何。正解は衣編。衣服に関する漢字に用いられます。第6問。次の漢字に共通してつく武士は何でしょう。正解は女編。女性に関する漢字に用いられます。第7問。共通してつく武士は何。正解は大里。地名などに関する漢字に用いられます。第8問。次の漢字に共通してつく武士は何。正解は
詞編。木に関する漢字に用いられます。第9問。共通してつく部首を考えてください。国構え。囲むことに関する漢字に用いられます。第10問。次の漢字に共通してつく部首は何？正解は浮かんむり。家屋に関する漢字に用いられます。第11問。共通してつく部首を考えてください。正解は黄片。宝石などに関する漢字に用いられます。第12問。次の漢字に共通してつく部首を考えてください。正解は劣化、レンガ。火に関する漢字に用いられます。第13問。次の漢字に共通してつく部首は何でしょう。正解は示す辺。神、祭事に関する漢字に用いられます。第14問。共通してつく部首は何ですか。正解は立刀。刃物に関する漢字に用いられます。第15問。共通してつく部首は何。正解は糸編。糸に関する漢字に用いられます。第16問、最後の問題です。次の漢字に共通してつく部首は何ですか。
正解は獣編。獣などに関する漢字に用いられます。